動物の仲間、をっットオットとっととは、森永製菓が製造、販売、発売している、魚介類の形をした、ミニスナック菓子。1982年4月発売。また、オットットは、犬用もあり、犬用は、ユニチャームペットと共同で製造している。アメリカペパージファーム社ゴールドフィッシュ語源は、ある日社員が酒を注がれた際に、オットットと口にし、この後に、 インパクトがあり行を表す、ととに通じることから名付けられた。1962年発売のアメリカペッパーチファーム社の人気商品、ゴールドフィッシュに似た形態をしている。全国各地にご当地ヨットットを展開、明治聖火のご当地カール、江崎グリコのご当地プリッツなどとともに、地域限定スナックの一つに挙げられる。バリエーションとして、袋入りのスーパーをとっとも存在する。 マスコットの名前はととると、ベジタブルオットットのパッケージに描かれているととベジータ。CM 後のサウンドロゴ、オットットとのオットットは、ヒゲソリドカット25セントをモチーフにしている。共通オットット、スーパーオットットの両方に使われているもの。オットットのみオットットだけに使われているもの。スーパーオットットのみかつてはオットットにも使われていたが、 現在は、スーパーオットットだけに使われているもの。秘密の仲間蒸気のものとは別に、長らく非公表とされていた、秘密の仲間が7種類存在した。現在は秘密の仲間も公表され、さらに1種類を期間限定で追加している。以下は、期間限定品。スーパーオットットには1種類存在するが、こちらは、現在も非公表になっている。 オッとっと発売30周年を記念して発売された限定版オッと,とサファリをレギュラー化したもの。2014年販売停止。秘密の仲間をっとっとと同じく秘密の仲間も5種類あり、さらに1種類が期間限定で追加される。オッと,とサファリのみ2015年発売ほか、1992年4月にオットとチキンラーメン味という日清食品の チキンラーメンと無関係な商品を発売したが、日清側が同年10月、チキンラーメンの名前をお菓子に使わないでほしいという抗議文書を森永側に提出。その後訴訟となり、結果日清側が勝訴。以後森永側は翌年1月より製造販売を中止している。このニュースは新聞の全国紙でも取り上げられたほか、日本テレビ系列。 NNN ニュースプラス1などのニュース番組でも報じていた。この件に関し、森永側はチキンラーメンはそもそも登録商標化されておらず、その固有の名称は一般化している。ちなみに、我が社としてはチキンラーメンを味としていると話した。ありがとうございます。